湘南は日本海軍の解剖艦。普遍的には日ブ型解剖艦の3番艦とされており、本艦をウグル型解剖艦に含める文献も存在するが、法令上はミクラ型解剖艦の11番艦。1944年7月に竣工し、1945年2月に戦団護衛中に撃沈された。艦名は当時日本が占領中であった。 湘南島にちなむ。マル計画の解剖艦光、第310号館型の30番艦仮称艦名第339号艦として計画。1942年2月14日、解剖艦オツの基本計画の決定により、第322号艦型に計画変更。1943年7月5日、解剖艦改めオツ型の設計が完了したため、 第310号館型と第320号館型の未気交換のうち8隻は基本計画番号 E20 ビットに従って建造されることになったが、日立造船に建造が割り当てられた本館を含む3隻は洋兵側から要望のあった総会具を装備し3式爆雷投射機装備型と並行して建造されることになった。1944年2月23日、 日立造船株式会社桜島造船所で寄港。5月10日、湘南と命名されて、占い守る型解剖艦の23番艦に、定められ、本席を、佐世保陳府と仮定。19日、浸水。6月5日、官邸類別等級別表の改正により、三倉型解剖艦の11番艦に定められる。7月13日、竣工し、本席を、 横須賀鎮守府に、駅務を、横須賀鎮守府警備解剖官にそれぞれ定められる。同日付で、ご防備戦隊に編入され、8月4日まで再起で、基礎実力連成教育に従事。7月20日、本席を、佐世保鎮守府に、駅務を、佐世保鎮守府警備解剖官にそれぞれ改められる。8月5日から8日まで、佐世保海軍交渉で整備。 整備中の7日、海上護衛総司令部第1海上護衛隊に編入。8日、日71船団に合流するためイマリへ向かう。11日、同船団を護衛しイマリ発。途中マコーとサンフェルナンドを経由し、21日夕方にマニラに到着するが、道中で平井落語した野マ丸を護衛するため単幹反転し、25日に野マ丸を伴って、 マニラに入港した。ここで日71戦団とは分離し、28日に、マモレイに戦団を護衛して、高尾へ向かい、30日に、高尾木。31日、タモレイ1戦団を護衛して、高尾発。9月4日に、文字の手前で同戦団から分離し、佐世保へ開港。佐世保海軍交渉で8日まで整備を行う。9月9日。 二十九戦団を護衛し文字発、十七日キールン期。二十日、エトロフと共に、キールンを発して、非七十五戦団の浅間丸と会合し、臨時の北一戦団を編成して高尾まで護衛。二十三日には被爆損傷した、マモ零三戦団の各丸を救援し、キールンまで、護衛後、臨時の北に戦団を編成した高尾まで護衛した。この間、未十九戦断は、 高尾で一時解散されたが、旧未21船団、元26船団等の構成線を加え、再編成されていた。30日、未19船団を護衛し、高尾を発し、アパリまで護衛した。10月3日、平井沈没した、多摩28船団の津山丸の遭難者を救助するため、エトロフと共に船団から分離し、遭難現場へ向かう。二隻は五日、 高尾に入港して遭難者を降ろし、すでに高尾を出港していた、日77船団に合同するためただちに高尾を発した。同船団には途中で合流し、12日シンガポール期。20日、復興の日78船団を護衛しシンガポール発、途中の帰港はせず、内地へ直行し、11月2日には6連沖に到達した。ここで船団と分離して、 佐世保へ開港し、12日まで佐世保海軍交渉で入居し、整備に従事。以後、非戦団等を護衛。12月10日、第1海上護衛隊は、第1護衛艦隊に改編。12月12日1600、湘南は海防艦へとロフくめ、第9号海防艦、第19号海防艦と共に非82戦団を護衛して、シンガポールを出港。 17日、船団はカムラン湾に到着。同地で駆逐艦視を加えた船団は、19日にカムラン湾を出港し、ベトナム沿岸を北上した。12月21日の朝、船団は米戦フラッシャーに発見される。フラッシャーは船団を追跡。その後フラッシャーは徐々に護衛の薄い方向に回り込んで攻撃態勢に入る。同日、 第19号海防艦がシンガポールに向かう、特設運送船日 A 丸の護衛のため船団から分離し、反転してカムラン湾に向かう。翌22日午前5時ごろ、湘南を含む護衛艦5席すべてが船団の近くから離れてしまい、船団は一時的に護衛なしの状態となる。フラッシャーはこの後期を逃さず、北緯15度02分、統計109度08分。 北緯15.033度統計109.133度、15.033、109.133の地点で攻撃を開始した。5時50分、フラッシャーは艦尾発射管から魚雷を4本発射。タンカー、音羽山丸の船尾と中央部に魚雷が1本ずつ命中する。音羽山丸は航空機用ガソリン17000トンを積んでおり、 数百メートルの火柱を上げて炎上しながら、左舷に倒れて船尾から沈没していった。直後の5時51分にはニトルコリラ型、戦時標準タンカー有田丸の左舷輸送に魚雷が一本、命中。有田丸も搭載していた、航空機用、ガソリン1万6000トンが誘爆。火だるまとなって6時22分に沈没していった。6時30分頃には、 フラッシャーは特設運送船、オムロヤママルに対して、魚雷を4本発射し、オムロヤママルの船尾機関室全部に、魚雷1本が命中。11万6000トンを積んでいたオムロヤママルは黒煙を上げながら沈没した。日本側は、機雷不設区域に入り込んだと考えたため、フラッシャーへの反撃を行わなかった。24日0900、船団は、高尾に到着。 ここで1トルコリラ型戦時標準タンカー橋立丸が積んでいた航空機用ガソリン17000トンを台湾の守備隊用に回すことになったため船団から分離。翌25日航空機用ガソリン8800トン、鈴2000トン、生ゴム1000トンを積んだ低新章標準 TM 型タンカーパレンバン丸のみとなった船団を護衛して高尾出港。十六日 戦団は、キールンに寄港。同地で、第9号解剖艦が分離し、解剖艦カサトが加入する。同日、キールンを出港した戦団は、中国沿岸を北上し、長山に寄港。1945年1月1日0900に、長山を出港し、3日に、死傷山白地に到着。4日0830に死傷山白地を出港し、 9日1804-2、船団は6連に到着した。1945年1月20日、第1護衛艦隊霊下に新編された第103、船隊に編入。2月25日、第25号海防艦都九92船団を、護衛中、海南島を見なかった北伊17度05分、統計110度05分。 国位17.083度統計110.083度17.083110.083の地点においてアメリカの潜水艦砲の魚雷攻撃に合い一筋の黒煙を残して降沈した。解剖艦長の飯塚智吉詳細課上員及び上官者198名が戦死した。4月10日。 湘南は、ミクラ型解剖艦から削除され、帝国解剖艦席から除かれた。飯塚智吉少佐、1944年6月10日から1944年7月13日、飯塚智吉少佐、1944年7月13日から1945年2月25日戦死、同日付任海軍中佐これは、第315館型の価格であり、 基本計画番号 E20 ビットとしての価格ではない。この数字は特殊兵を含まない。三連装機銃の機数は長男とされる写真により判定した。煙突横に機銃台が増設され、後部マストを煙突直後へ移設し、後部マストと連装広角砲との間から突き出す機銃の重心が3本見える。なおこの写真は文献により官名の交渉に 違いが見られる。この写真を使用処方では、湘南都市、解任者では、大東としている。丸ル計画の当初計画での番数。後、基本計画番号、E20 の建造は、予定を繰り上げて、第320号艦を第一艦とした。この日時点で、エトルフ型解剖艦の、内艦定類別等級別表から削除された艦が2隻あるため、 それらを含めると通算で25番間。ありがとうございます。